木村さんよろしくお願いします早速ですけれどもご準備は OK ですかはい大丈夫ですではスタートしていただきましょう本日我々アルガルバイオが構築している藻類モノバイオモノづくりプラットフォームについてお話しさせていただきたいと思いますあのまず最初に我々が直面する社会課題大変多くの課題があります、まあ、例えばあのウェルネスこれはあの人生100年時代と言われている中で、えー、一方で社会保障制度が限界に向かえていっていると まっていまます。また食料危機、えっと人、世界人口が100億人に到達するというふうに言われている中で、まあ、例えば動物性タンパク、需要が2倍に伸びるというふうに言われています。一方で、それを支える畜水産業、あるいは農業が供給量を増やせる量というのは1.3倍から1.4倍というふうに課題が抱えてあります。で最後にあの当然、気候変動ということで、2030年までに46%の CO2 削減と、まあこのさまざまな課題がある中で、 えっと今日お伝えしたいこと、3つあります。まず1つ目が、藻類、モノバイオものづくりが、このさまざまな社会課題を解決するソリューションになりえる、まあ、クリーンテクノロジーであるということ、まあ。そして2つ目が、我々アルガレバイオがこの,バイオもの藻類のバイオものづくりを,を進めるにあたる重要な開発プラットフォームを世界唯一構築しているということ。まあ、そしてこの開発プラットフォームの中で,です、ねえっと、例えばあの睡眠薬を代替するような植物性サプリメントでしたり、 化学調味料を代替するような食品素材、まあ、そして、まあ、森林よりも多く CO2 を吸収固定できる CCUS ソリューションといったようなさまざまなプロジェクトをこうパイプラインを多く積んでいるといったところをお伝えできればというふうに思っています。 でちょっと具体的にあのそもそも藻類何がいいんですかというところでちょっとお話しさせていただくと光合成を通じて CO2 を吸収しますが陸上植物例えば森林のですね少なくとも数倍から数十倍の CO2 を吸収,効率吸収してくれる非常に効率がいい資源です、まあ、そしてあの水に関しても、まあ、水ではなくて汚れた水ですね排水とか汚水そういったものを浄化する機能を藻類持っています またそのソウルバイオマスもレッドバイオグリーンバイオホワイトバイオとさまざ、あ、まな領域で応用できるというのがソウルの魅力ですただですねあのソウルの産業利用もまだまだ進んでいないあのボトルネックチャレンジがありますそのうちの一つがあのソウルイもといいましても地球上に約30万種存在する非常に多様性があるフィールターですあの野菜や果物が世界で800種というふうふに言われてますので、まあ、非常に多様性があります 一方で、この過去60年間の総類の産業化の歴史の中で、使用されている総類、わずか30社しかありません、0.01%しかない。で、この背景にはビジネスモデルがありまして、世界で今120、30社程度総類をやっている会社があるんですが、いずれも単一の総類種にフォーカスをされて、プロダクトプッシュでプロダクトを作っていくというビジネスモデルを構築されています。 しかし、われわれは逆で,でしてマーケットイン型でそもそも何に藻類を活用したいのかというところをしっかりと理解をした上で最適な藻類の種類を選択スクリーニングをしてくるという開発プラットフォームを世界で唯一構築していますでこのようにわれわれ藻類バイオファウンダリーとこの開発プラットフォームを呼んでいるんですがいくつかの技術で構成されていますまず一つ目があの多種多様な藻類の種株のライブラリーです。 そそしてその種をより良くしていく育種技術そしてそれを最適に生産をしていく培養技術この組み合わせになります今日ちょっと時間が限られているので総類株ライブラリーについてちょっと詳しくご説明すると例えば日本のとある総類をやっている会社さんはご自身でお持ちの株が総類種1種類2株しかありません一方で我々のライブラリーは70種以上500株持っております あのちょっと風呂敷を広げた言い方をすると今、総理産業の事業をこう数十個分我々こう作っていくようなアセットを持っています。これ、株のライブラリーがあると何がいいかというとですね株によって同じ目的生産物でも生産性がこう数倍変わってくるというような違いがあります。でこうした株を先端育種技術でさらにより良くしてさらにこう特許製法等で培養を最適化していくというようなことで まあ例えば今お客様と進めている共同開発プロジェクトですがこれまで世界水準ではリッター当たり100ミリグラムという生産性だったものを我々その3倍以上の生産性の技術を開発済みでして今お客様の方で商業生産の工場を建設を開始してもらっています、まあ、このようにですね我々共同開発モデルと自社開発モデルという2つのマネタイズモデルでえ進めてましてえ今年創業6年目でえと今足元27のプロジェクトを推進中です で共同開発モデルに関してはいずれもステレスで開発が進んでいるんですが、えーまあ、レッドバイオグリーンバイオホワイトバイオ、まあ、いろんなあのプロジェクトが進んでいますで先ほど申し上げた27のプロジェクトすべて国内のプロジェクトでしてまさにこのプラットフォームをです、ねえー、レバレッジしてわれわれこれから世界に打って出たいというふうに思ってまして、まあ今年からあの海外展開に向けた活動を開始しております、まあ、このように30億年ずっと地球に生き続けてきた総類の可能性を解き放つ研究開発で、まあ、より良い社会を作っていきたいというふうに考えています 今日はありがとうございました。